100日でエニアグラムを理解するシーズン2。今日はタイプ8の小田裕二さんです。図ではここに位置します。もう我らおっさん世代にとってはですね、もう踊る大捜査線のもう印象がすごい強いですね。事件は現場で起こってるんだっていうあの名台詞。もうなんかフジテレビの黄金時代を支えたと言っても過言ではないですね。もう興行収入もすごかったです。でもう小田裕二さんもうずっと昔からもタイプ8だなと思ってた。もう間違いないと思ってまして、もうとにかくその目力なりその根性なりそのもう表に出てますよね。真面目系タイプ8ですね。でまあこういうそのまあ記者会見とかいう時の表情もまあそう堂々としたそのまあ迫力のある表情もそうなんですけども、それ以上にそのバラエティでですねやっぱよく出るんですよね、オーラがね。これはビストロスマップで2013年のまあ番宣で出てた時なんですよ。でこれ俺言い過ぎかって語りかけてるのがですねキムタクなんですよね。キムタク、まあ当時2013年のスマップってもうほんとすごい、まあ全盛期じゃないですか。そのキムタクに、まあ年下とはいえですよ、そのキムタクにこのため口っていうか、なんつうかな、悪い言い方すると偉そうな言い方、まあそのまあいい言い方するとフランクな言い方、まあ本当のもう俺言い過ぎかってこうキムタクに聞くのがね、やっぱタイプ8だなって思いましたね。これね、これ見て、はい、乙女です。タイプ8の小田裕二さん、もうオーラが超典型的だと思います。